listening to Shibuya Cross FM. さあ、この時間からお送りしていきますカラフルスタイルクロスです。番組のパーソナリティを務めるナナピーとアキヒロです。ナナピーでーす。アキヒロです。名前言ってくれてありがとう。しょっぱな、はい、はい、ちょっとね、オッケーオッケー、はい、ナナピーよろしくお願いします。よろしく。今日ちょっと特殊な放送の仕方ですね。まあ横並びでね、横並びでやっていきましょう、はい、すごいですね。なんか僕ラジオ昔ね、やっぱ僕が聞いてる時代って、うん、こういう画面を共有するとか映像付きのラジオっていうのはなかったので、はい、すごく新鮮というか、あ、時代が変わっているんだなっていうのを今日思いました。そうだね、はい、本当だね。もうラジオじゃないよね。ね、もうラジオじゃないよね、これラジオなんだけどね、うん、なんか僕たち あのイメージしてるラジオからずいぶんやっぱ進化しているなっていうところです ね、年バレちゃうから。年バレちゃう、そうね、うん、もうはい、もうね、結構昔ですけどラジカセで聞いておりました、はい、はい、大丈夫、うん、大丈夫よ、OK、はい、はい、じゃあちょっとね、今日はあのゲストさんもお呼びしているということもあって、はいはい、いろいろとね、うん、番組ちょっと押していく場面があると思いますので、はい、はい、進行していこうと思います。よろしくお願いします。この番組は LGBT×〇〇をテーマに、セクシャリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストのライフスタイルを通して未来をより明るく、明日がもっと楽しくなるスパイスをお届けいたします。 LGBT とはレズビアンやゲイといった同性愛者、男女どちらも愛せるバイセクシャル、生まれ持った性別と違う性別で生活をすることを望むトランスジェンダーと、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージを募集していますので、感想やご要望などをお送りください。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp です。さて、続きまして番組のスケジュールです、はい、この後はレギュラーコーナー、今週の気になるトピック、こちらでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌、ニュースなどさまざまな情報をご紹介いたします。続きましてゲストコーナー、クロスフレンズです。個性豊かなゲストさんをお迎えしてトークライブを行っていきます。本日は、我々、まあ、MC の仲間でもありますけれども、はい、うん、夏美さんとあさみさんのお二人に、Zoom でね、はい、オンライン上で、ゲストとして、お話をしていただく予定でございます、はい、LGBT って何、自分には関係ないという方にも聞いていただけると、より素敵な人間関係の構築に役に立つと思うので、ぜひ聞いてもらえると嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後19時50分までの生放送です。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係と認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ様々な場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険で備えておくと安心です。ライフネット生命では2015年11月4日から同居期間など一定の条件のもと、同性パートナーを死亡保険金保険の受取人に指定していただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類などのお手続きに必要な書類に加えて、同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て2人で新たなステージへと歩み始めたとき、気になるのがもしもの時のこと、詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。イケてるからあって Branding my bargain soul、 ライトに照らされて踊る好き my lover、 まさかの誘いに記憶を預けて Pokey now
I'm looking for you 見つめる線のその先には僕を意識してるもしもそうならぶつかるふりして近づけたらもうあとはわかるよね You're the one for me 時間を止めて Kiss me Feel like sing this song for you We like it ooh, ooh, ooh. 朝まで続くクロスオーバーキラキラウィッシュオーレスター最高のないふりして Branding my love and peace 不思議な魅力がある Nesty my lover 知らないことだらけ同じ気持ちなら Fucking I You make me feel the way to what you think about 誰かの未来に君がいるなんては考えたくもないもしもそうなら他に代わりはいないお送りした曲はアンダープレイヤーでクロスオーバーでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、続きまして今週の気になるトピックです。本日ご紹介するのはこちらということで画像を共有していただいていいですか。はい、ありがとうございます。うんうん、はい、こちらですね、この漫画、うんうん、漫画ですね、漫画なんです。本当は4コマでして、ほいほい、多分ね、はい、本当はね、こう1枚の画面に4枚ポンポンポンって並んでるような状態にしていたんですけど、多分ちょっとこれ、ね、そう1枚になっちゃっていて、でもまあ見やすいですね、はい、内容としては、うんうん、女性のですね、うん、はい、ちょっとパート見ていただきますと、うん、なんでしょう、こう性的なところの何でしょう、こう僕たち男性なので、うん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 、あまりこう女性とか男性、まあ、そうです、女性に対するそういうなんか性に関する知識とか情報ってあまり入ってこないなと思っていて、うん、その中で僕、うん、自分子供欲しいなと思ってるんですけれども、うんうん、同性カップルの場合ってやっぱり例えば僕とかナナピーだったらゲイカップルになるから、うんうん、情報が偏ることが多いなって思ったんですよ。なるほどね、うんうん、やっぱ僕たちは多分小さい頃に、うん、お父さんになんかこうこれはこうしなさいよみたいなことを教わったことってあると思うんですよ。はあはあ、うん、私は、うん、あるね、あるよね、うん、僕もあって、でもそういうことの逆の女の子バージョンとかも多分あると思っていて、うん、そういうことを多分同性カップルが、うん、子育てをするときにはそういう情報っていうのが少なくなってしまうので、うんうん、自分は普段使わないもので使わないものであっても、うん、やっぱり勉強が必要なんだなっていうふうに思うきっかけになった、うんうんうん、まあ、漫画なんですね。なるほどね。はい、なかなかさ、うん、そういうことって普段気がつかないじゃないですか、うん、これって知っといた方がいいんだみたいなことって、うん、いざやっぱ必要になる場面が生じてようやくそこに気がつくっていうことがあると思うので、うんうん、今回僕はですね、こういう、パレットさんっていうところで出しているアニメなんですけれども、うん、漫画なんですけれども、これを通じてすごく勉強になったなということで、ちょっと今回皆さんにもシェアさせていただきました。なるほどね。はい、まあ、確かになんかこう私なんかパートナーとね、はい、うん、男性同士で生活しているから、うんうん、あんまりね気づかないようなこともそうなんだよ、ね、あるのかな。まあ、でもそういったことがさ、こうやってパレットさんとかの情報を通じて、はい、まあ、なんかこう知識として、まあ、すごく勉強しようと思ってするわけじゃないけど、はい、パッとね、うん、なんか目について、あ、そうなんだって思えることってありだよね。そうなんです。多分なんか、うん、このね、紹介している商品以外にもきっといろいろあるんだろうなと思ったので、うんうんうん、これをきっかけに僕はいろんなことを調べるようになったので、うん、はい、すごく勉強になるということと、うん、なんかこれはどんどん自分の中で情報アップデートしていかないといけないんだなっていう、うんうん、一つの、まあ、気づきや反省も含まれてありますね。なるほどね。なんかこうさ、うん、まあ、この人のね、こういう生理現象みたいな、うんうん、その女性のとは全然違うと思うんだけど、うん、
うちで飼ってるさ、はい、ワンちゃんがメスなの、はいはい、わしはもうどうしてもメスがいいって言ってメスにしたんだけど、やっぱりでもね、最初にヒートって言うんだけど、はい、その生理みたいなの来た時は結構驚いたしね、なんかそのそうだよね、痛いのかどうかも分かんないし、うんうん、みたいな時はあったかなと思った。そうなんです、うん、でもなんかそういうのって、はい、同じ犬種を飼ってる人たちからすごいいろんな情報を集めたりとか、うんうん、さっきね子育てみたいな話も出てたけど、うんうん、まあその社会全体でね、はい、子育てしていくのが私が親だったらそうしたいなと思ったから、そうだよね、うんうん、なんかそういった感じで、そうですね、だからまあなんか男性女性だから〇〇じゃなくて、まあなんかいろんなことをみんなでね、うん、シェアハピしていけたらいいなっていうふうに思ったよっていう、シェアハピ、はい、いいねシェアハピしていけたらいいなと思います。はい、いいですね、はい、うん、じゃあ以上のトピックでございました。はい、わかりました、はい、じゃあ続いてね1曲挟んでゲストコーナーに、はい、そうですね、早速入っていこうと思います。はい、では紹介します。はい、八方不備人で罰を喰らえ、愛で。お送りした曲は八方不備人で罰を喰らえ、愛ででした。午後7時からお送りしていますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けいたします。はい、続きましてゲストコーナークロスフレンズです。本日は、渋谷クロス FM& 番組5周年ということでですね、ゲストをお呼びしております。はい、なんと、うん、夏美さんと浅見さんでございます。イエーイ、なっちたち映ってるよ。見えるかな。お久しぶりでーす。お久しぶりー。こんばんはかな。こんばんはですね。こんばんは。なんかね、うん、初のリモートだからちょっと緊張しちゃってね。ねあ、でもなんかすごい美人に映ってますよ。そうです。お二人とも美人でございます。スタジオでね、もう綺麗にライトで照らされてるから。いや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 。欲しいわーと思いながら見てます。そんな持ってないです私たち。そんなね。なんかあの不思議な感覚ですね。あの僕とナナピーからしてみればさ、ね、うん、あのほら先輩 MC2 人をさ、こうやってゲストさんと勝負するのもなんか違和感あるし、かつなんかこうオンライン上でね、こうやって顔を合わせるっていうのも不思議な感じですね。そうね、まあ、でも改めて、そうね、そうね、5周年まさかこんなゲスト側にね回る日が来るなんて思ってなかったから、どうゲストで、ね、いつものメンバー会みたいなね、リスナーさんもいいのがいたら申し訳ないなと思うけど、全然とりあえず本当に5周年おめでとうなっち、本当あさみ本当に5年か、ね、5周年本当渋谷クロス FM も、ね、5周年おめでとうございます、ねね、はい、ちょうどね、はい、後ろにねバルーンがあるんですけど、ね、なんか他の番組さんから来てる風船、うんうん、すごい、うん、ね、もうあっという間ですね。あっという間ですよね。あっという間かやっぱり、うんうん、なんで今日はちょっとお二人にですね、いろいろと、うん、まあ
5年間振り返っていただきながら、いろんなことをご質問させていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。どうしたの？いや、うん、もうすげえカメラ映ってんなと思って、うん、そうなんだよね。そう、まあしょうがないね。こうナッチたちが喋るときにはこっちに映ってるね。そうそうそう、はい、そういう仕掛けでございます。はい、なんかそうなんですよね。今日パソコン上のカメラと、うん、あとスタジオのカメラとあるので、うんうん、我々はどこを一瞬見たらいいのかみたいに。私画面見てるよ。画面、あ、こっちを見てるんだね、うん、はいはい。あさみさんたちからはどう見えてんの？私たちは、うん、あのなんかカメラしか見えてない。そうそうそう、カリバの姿は見えない。あ、本当？そっかそっか。そうか、そうだよね。カメラがこの辺のこのカメラしか見えてないんだよね、きっと。そうね。そうそう、うん、でも久しぶりにその、うん、私たちもあのちょっとしばらくね、約4ヶ月ぐらいスタジオに出れてないかったので、うん、はい、そうだよね。なんかこのスタジオの風景がなんかちょっと懐かしい、お、確かに、感覚にもはやなってます。いいね。だってさ、うん、あのやっぱ昔から聞いてくださってるリスナーさんから僕ご連絡をいただくときあるんですけど、女性陣出ないのってやっぱ言われますもんね。うんうん、あの変な話、なんか僕たちがさ乗っ取ったじゃないけどさ、ああそう思われた、ジャックしたみたいな。そうそうそう、俺のなんで最近出ないのってやっぱり聞かれていたので、今回こうやって出ていただいて、ちょっとね僕的にはあの嬉しいというか、多分見てくださってる人も ね、はい、あ、懐かしいなと。こんなでなればいいんだけどね。はい、じゃあなんか、まあ、ちょっと過去のことを振り返っていこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、この番組が、当番組ができたきっかけなんですが、まあ、あの前回の先週の、ね、うんうん、ラジオの中でもお伝えしたんですが、うん、一旦番組がリニューアルされていて、一番最初はあの、ね、L チャンネルという番組からスタートしていると思うんですけれども、はい、うん、この、ね、L チャンネルをやろうと思ったきっかけとか、うんうん、実際これをスタートしたきっかけって何だったんですか？うん、そうですね、もうかれこれ、まあ言ったら開局当初なんですけど、うん、私が、うん、あの前に働いてた仕事の、うんうん、まあ、関係でご縁があって、はい、それで、まあ、今度その渋谷クロス FM がもうできますっていうぐらいのタイミングで、うん、あの LGBT、はい、ちょうど、まあ、その同性婚がっていうのがちょっとあの話題で出てきた時に、はい、うんうん、まあ、LGBT の番組をその渋谷クロス FM でやりましょうってなった時にお声掛けをいただいたんですよ。はい、あ、すごい。で、そこから、うん、そのでも本当に初めてだったので、うん、どういう番組、まあ、その私も顔出しをそのして活動というか、はい、まあ、何か発信していこうって思ったのがちょうどそのラジオをやるっていうタイミングの、うんうん、タイミングだったんですね。そうなんだ。あれなんで、まあ、そのご縁あって、うん、まあ、その始めるってなったんだけど、うん、その L チャンネルでやろうって思ったのは、はい、まあ、やっぱ自分自身レズビアンっていうところもあって、あとその、はい、当初はミキと2人やったんですね。そうだか、ミキさんとね、MC が、うんうん、そう、2人だけだったので、まあ、やっぱり2人ともレズビアンだし、そこから何かその私たち、まあ、目線でね、何かこう身近なところから発信できることをやっていこうっていうので、うんうん、まあ、その言ったら当事者向けの番組っていうよりも、うんうん、そのまだね LGBT とか知らない人当時はね、うんうん、もっともっと多かったし、はい、そのまず知らない人に知ってもらえるようにっていうことで、うんうん、その世の中の架け橋、うん、当事者と世の中の架け橋になれるようにと思ってその L チャンネル作りました。作りましたっていうほどね、私は偉くないんだけど、そのみんなで、その思いがあって、その番組ができたっていう。その当初とかってさ、ね、その番組ができた当初、まあ、LGBT っていう言葉もそんなにね、まだ今ほどは知られてなかったと思うんだけど、うん、なんかどういう声があったとか、なんかありますか？ん？どういう声？うん、なんか、それって何？みたいな、どういうこと？みたいなさ、なんか反応、周りの反応みたいなのってあった？周りの反応、うん、かそのそうだね、その当時はでも結構そのやあの番組、ラジオ番組をやることになりましたってなった時に、うん、結構その応援メッセージがすごく多かったですね。私のまあ身近なところの反応としても、はい、そのまあ Facebook だったりでた時に、うん、もうそれこそ圧倒的にストレートの方が多かったんだけど、うん、はい、あ、そういうその LGBT っていうのがあるんだねだから、その知らなかったっていうので応援させてもらうねっていう声をすごいいただいて、それがもうかなりね勝手となった感じ、パワーになりましたね。こう2015年とかそんぐらいだと思うんだけども、うん、
その当時、うん、こう顔を出して ね名前も出して活動するっていうのってすごい勇気がいたんじゃないかなと思うんだけど、うん、その辺はどうなんだろう、うん、勇気がいた。そうですね、うん、なんかもともとカミングアウトはそうね、してはいたんです。あの知り合いの、はいはい、してたんだね、なんか、うんうん、そう、ちょっと音声がね、うん、ちょっと音声がね、はい、知り合いで、うんうん、まあ、本当に信頼できる人、うんうん、はいはい、にはしてはいたんだけど、やっぱりそのまず親とかのね、はい、カミングアウトもした上で、やっぱすごい勇気いったんですよ。だからかなりこの番組を、MC でやろうって思った時は、うん、もう本当にカットして、その上ででもやっぱり何か世の中もっとみんながその LGBT の子たちが暮らしやすい世の中になってほしいなって思ったので、うんうん、やっぱりなんかまあこの私だったりミキとかがこう何か発信するその1の力がどん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 プラス1、はい、プラス1ってなっていって、うん、なんかねその、まあ、LGBT 活動というか、はい、そこにね何かこうちっちゃな石を投げれればいいなっていうところで、うんうんうん、なんかこの番組を始める頃にカミングアウトしたんですか、親とか。あ、そう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 、親には、うん、何度かカミングアウトはしてたんだけど、やっぱりなんか、うん、うちのお母さんもその受け入れられないみたいな、はいはいはい、っていう反応があって、何度か2回ぐらいねその、うん、そう悶着があったんだけれども、はいはい、うん、やっぱりその番組をやりたいっていう思いもある中で、うんうん、ちょっと実はこういうねお話をいただいて、うんうん、やっぱりそういう、まうん、なんだろう、顔出してね、はい、やっていく以上お母さんに言わなきゃいけないと思ったんだけど、うん、なんかこう顔出ししてやってても大丈夫、うん、っていうのを確認したら、もう何を今更もう大丈夫よみたいな、そういう風に言ってもらえたからね、安心してこう番組を、うん、MC としてね出ていくっていう決断ができた。そうだよね、やっぱ顔出ししてやっていくっていうのはさ、うん、その自分の娘がレズビアンだってことを受け入れるのとはまた別なね、例えば親戚にバレたらとかさ、うん、やっぱ親の方もいろんなことを考えちゃったりするだろうからね、その辺は難しかったりするのかもしれないけどね、よく、うん、そうだよね、うん、だって当時はまだパートナーシップ制度がちょうど渋谷区と、うんうん、世田谷区で出始めた頃かな、2015年って言ったら、うん、2月にね、はい、そういうパートナーシップ制度が始まるよみたいなことはね、だから多分そこをきっかけに LGBT という言葉が全国にねまず、うんうん、広がるきっかけになったなと思っていて、はいはい、でその中の、中でもこういうラジオも含めてですね、うん、はい、LGBT をテーマにするっていう番組ができたことってやっぱり当時の僕たちからしてもねすごいことだなって僕もは思ったし、うんうん、トナピーはどう感じましたか。いやその時、うん、まあ、2015年って本当にね活動が活発になってった時期だったし、うんうん、はい、まあ、うちの団体が立ち上がったのもね2015年だったりするんだけども、はい、その時に始まったこの番組、うん、して、まあ、Lチャンネル、まあ、名前は変わったけども、はい、それが未だにこうちゃんと続いているっていうのが、うんうん、本当にすごいことだなって。そうだよね、続くことがすごいかなって思うかな、うんうん、でやっぱりそこでさ私たちがジョイントして、はい、でまあ、Lチャンネルからカラフルスタイルクロスっていう風な名前になって、はい、ってなってるから、うん、なんだろうな、これは私たちはさもう続けていくっていうこと、はい、できる限りこの番組を続けていくっていうことが本当に使命のように感じているし、そうだね、うん、でなんかもしね私たちも年を取っていくしもういらないっていつ言われるかわかんないけど、うん、まあなんかその次世代につないでいくっていうさ、そうだね、そこはなんかすごく私は大切にしていきたいなと思っている番組ですね。確かになんか、うん、5年続くってやっぱりすごいので、うんうん、これをここで止めずに継続してやっぱりどん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 次の世代含めてつないでいきたいなって気持ちは、うん、多分ね僕とかナナピーだけじゃなくて、うんうん、夏美さんやさみさん他の MC の方も含めてそうなんだろうなって思いますね、うんうん、はい、うん、そうですね。あれ夏美さん声聞こえてる？これうん多分大丈夫、大丈夫、うん、じゃあ一回曲挟みましょうか。一回じゃあ挟みましょうか、うん、はいはい、私なんだわ。そうですね、ナナピー曲名をいいですか。はい、エンビーガブリエラで君だらいです。
お送りした曲はエンビーガブリエラで君だらいでした。午後7時からお送りしていますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けいたします。本日は夏美さんと浅見さんをですね、お迎えしてあの リモート参加という形で、はい、はい、今日はお届けしていこうと思います。よろしくお願いします。引き続きお願いします。どう、大丈夫？なんかこっちの音が聞こえる聞こえないとか大丈夫ですか？はい、あ、声聞こえてる？夏美さんたち声ね、うん、聞こえない聞こえない。スポンサーの、ね、うん、声がちょっとねウィスパーボイスみたいになってますどうしたらいいんだろうね。なんか初めてはなんかブツって言ったね。なんか初めてだからね。初のリモートの、うんうん、試みなんです。すごいよね。こうやってさ離れていてさ、あの、うん、一緒にラジオやれるってすごいことだなって僕思うんですよね。うんうん、そう ね、こういうことに慣れていかないといけないなって思いましたけれども、ちょっと途中でねなんか違和感感じたらじゃあお知らせください。はい。はい。じゃあもうちょっと引き続き。うん、5年間振り返りながらですね、いろいろと、はい、お話ししていただき、うん、ちょっとハウリング起こしてるかな、はい、はい、はい、大丈夫かな。そしたらですね、まずあの夏美さんと浅見さん、この5年間は継続していただいていて、うんうんうん、あの大変だなって感じたことって、うん、具体的に何が一番大変でしたか？そうですね、うん、私からでいいかな。私はなんかまあ大変だなって思ったのが、まずその最初、はい、やっぱりあの全然その自分たち の、 そのまあレズビアンの友達だったりっていうところしかあのつながりがなくて、そうだよね、やっぱりそのそういろんなゲストさんをお呼びするって中で、いろんなね素敵な活動してる方たくさんいるのは知ってはいたから、そうお呼びしたいってなった時、ただなんかそのご縁をね、そうだよね、そうそうそうなの、あのいろんな方にお声掛けするっていう時に、なんかいろんなイベントに行ってみたり、はい、いろんな人にそうコンタクト取って会ってみたりとかした時に、うん、まあ、やっぱねイベントとか特になんだけど、あのやっぱあのお酒が好きだから、あのすごい飲んじゃって、あ、だから、ね、あの飲み代がすごく挟んだって、いや、そう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 だよね、そういう人的に大変だったっていう、ね、うん、なるほどねでもそういうところに参加してどんどんなんかこう知り合いがまた知り合いを呼んでみたいな感じで広がっていったのかな、うんうん、ね、実際やっぱりさ、あの、まあ、僕とかナナピンもそうかもしれないけれども、うん、あの5年前って言ったら僕たちもさ活動し始めた頃だから、うんうん、いろんな活動をね、うん、学ぶって意味合いで他の方のイベントに参加してみたりとか、うん、多分結構な数行かれたんじゃないかなと思っていて、うんうん、その中で全くやっぱつながりないところからゲストさんをお呼びするって結構大変なことだと思うので、それを毎週毎週繰り返してきている夏美さんたちは本当にもうリスペクトするなっていうところですよ ね、 そうね。逆になんかこう大変だったこともそうあると思うんだけど、逆にね、うん、そうやっててよかったなって思うことありますか？んやっててよかったな。浅見も、うん、浅見の、あ、うん、実はなんか浅見もね一個大変だったことある、うん、お、あ、本当に浅見さん言って言って、浅見さんの大変だったこととは何でしょう？あ、まあ、本当にね、まあ、なんかちょっとそんなことかいっていう感じはあるんですけど、うんうん、なんか本番前に、うん、結構夏美と喧嘩して、うん、喧嘩しないで、でもあの行く電車の中とか、ま、別々でやば、何にも一言も喋んないでその後本番みたいな。すごいよくやれるねっていう時もそうありましたね。なんか生放送だからこそのっていう、うん、リアルな感じだから、なんで喧嘩するの？ちゃんと喋んなきゃいけないだろ。だからちゃんと仲直りはする。喧嘩した理由とか覚えてんの？理由はね、うん、覚えてない。本当に言い方とかくだらないことだから全く覚えてない。そうだよね、なかなかさ、それがね、ちょっとね、え、でも本番では本番ではちゃんと仲良くやったんだよね。うん、もちろんもちろん。そこまでにはだからあのちゃんとルールは決めてて、あのスタジオに入る前までには、はい、そう仲直りするっていうね、そうルールでなんとかね、うん、5年間やってこれます。あ、でもそういった意味合いで言うとカップルでお仕事を引き受けするって僕めちゃくちゃリスキーだなと思っていて、やっぱりさ、うん、こうコミュニティって別々に持っておく方が安牌だよね。
って僕は思うんですが、はい、ナナピいかがですか？いやでも一緒にやるのも楽しいと思うよ、うん、でも、ね、まあ、そうやってルールをね2人で決めて、うん、ちゃんと番組の前に、うん、スタジオ入る前に仲直りするっていう、すごいね。いやできる、すごいなと思った。仲直りできるのがね、もう短ね、短時間でそこまで。でも私何度かね、何度かだけど、そんな大きな喧嘩じゃないんだと思うんだけど、うん、何度か2人が控室で揉めてるのを見たような気もしないでもないんだけど、どう、実際は2人そんなことあったんですか？私たち、うん、そう、そうだ、あなたたちしかいないでしょ私たち何が控室でなんか揉めてたことってなかったっけって、ちょっと回線がごめんなさい。回線がね、はい、多分ちょっと都合が悪いところは聞こえないんだと思う。そう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 。ほらほら、今は聞こえてるんだもんね。そうそう、で私の声が多分ちょっと届きにくいのかなと思う、ね。都合悪いとか聞こえないくなっちゃうかな。ね、わかるよ。僕も都合悪いことはね聞かないようにしてるから、うん、多分そういうことだと思う。嫌な大人だよね。そうですね。逆にさ、楽しかったこと、まあラジオを通じて、うん、あの楽しかったことってお二人どうですか？いっぱいあったと思うんですけれども。あー、まあ確かに本当そう、数えたらもうなんかキリがないぐらいなんだけど、うんうんうん、やっぱりその番組のリスナーさんから、はい、あのただなコメントっていうよりも直接ダイレクト うんうんうん、メッセージっていうんだっけ、はい、DM で、ね、あの直接そう、うん、いただくこととかもあって、うんうん、やっぱその中でなんか少し気持ちがなんかね、うんうん、ラジオを見てその楽しめましたとか、うん、なんかちょっとほっとした気持ちがありましたっていうメッセージとかもらったときはすごいなんか続けててよかったなっていうのはね、すごく感じましたね。わかる、ね、僕ちょうどね、あとは、うん、うんうん、なんか先週ね、僕も放送終わった後にそれこそ DM いただいて、あの見てますよとか見ましたとか言っていただいて、はいはいはい、なんつうかご連絡いただいたときやっぱ嬉しかったんですよ。これって多分さ、実際現場でやっている人じゃないと感じれない部分だろうなと思っていて、うん、それを多分あさみさんもなつみさんもたくさん体験してるから、5年間大変なこともあったかもしれないけれど続けてこれたんだろうなって思いましたね。で、あとなんかそのもちろん当事者の方からの声っていうのもすごく嬉しかったんだけど、うん、なんか印象に残ってるのが、はい、よく見に来てくれるあのリスナーさんがいて、はい、ね、5年間くらいずっと見てくれてるんだけど、うんうん、その方がまあ言ったらそのストレートの男性の方なんだけど、うん、なんでなんかその、はい、レズビアン、エルチャンネル時代からずっと見てくれてるから、はい、なんでそのレズビアンの私たちがねMC やってる番組見てくれるんだろうって思ってふと聞いたことがあって、うん、いやなんか単純に楽しいし、それで LGBT っていう、うん、このいろんなセクシャリティの人がいるってことも知れて本当に勉強になったし、なんかこの番組知れてよかったよって言ってくれた方なので、いましたよね。それがなんか、うん、すごくあのジーンと来たの、うんうん、ジーンと来てなんかちょっと思いというかね、そうだよね、出るのかなって思ったらすごくなんか温かい気持ちになりましたね。あさみさんはどうですか？あ、楽しかった。そう、楽しかった。まあいろんな、うん、ゲストさんがやっぱりいろんな方と、うん、まあ今まで自分の周りでしかそんなに遊んだりとかっていうのがなかったから、うんうん、付き合いが、はい、だからそういうゲストさんとかといろいろ話せたりとか、はい、出会うことによって多分自分の視野も広がったと思うし、素晴らしい、うん、なんかすごくなんかね、やっぱ人生のエピソードとかをたくさん、うん、はい、ほらトークの中でいつもね聞かせてもらってるじゃないですか。そうですね、はい、うん、でなるとすごくなんか自分の人生観もこうブラッシュアップされていくというか、うん、っていう部分がすごくね、うん、あるから、それがなんかすごくやりがいでありありがたいなって思ってる部分かな、うん、コミュニティの幅も広がりそうですよね。うん、うん、ナナピーどうですか、うん、なんか話聞いてて、いやなんか、はい、なんかそのね、うん、いろんな、まあ、ゼロの状態から、うん、いろんなこう飲み屋さんじゃないわねそういういろんなイベントに顔を出して、ね、うん、こうきなんかこう気づいていった仲間をゲストとして呼んで、これまで5年間続けてきたっ
ていうのもすごいなんか活動量だし、そうなんだよね、うん、これがまたね、うん、でもこれがねまたその私たちみたく後からジョイントして、はい、MC が増えてって、うん、でそこからまた広がった仲間たちもいるだろうし、そうだね、この番組一つで本当にたくさんの人が関わってきた、うん、たくさんの人たちでなんか支えてこられた番組なんだなってことを改めて実感しました、うんうん、いいですね、うん、なんかこういうさいつもはさ前進することが多い、まあ中で振り返るっていうことも大事なんだなっていうのを、うん、今回この5周年ということをきっかけに僕も感じましたね、うん、本当だわ、本当になんかリスナーさんだったりスタッフの方だったり、うん、いろんな方たちに支えてもらって、そうだね、なんかみんなで作っていった、はいはい、うん、番組っていうのをすごくしみじみ感じますね、この5周年。確かにね、5周年は、うん、あっという間でね、そうよ、いやもっともっとね長く続けていきたいなと思うのでそう、ねね、みんなでもっと盛り上げていきましょう。そうね、はい、はい、じゃあここでもう一曲挟んで、ね、引き続きね、うん、あさみとなっちに、はいはい、お話伺っていきましょう。はい、浜崎カレンでスキンです。お送りした曲は浜崎カレンでスキンでした。午後7時からお送りしていますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けいたします。本日は夏美さんとあさみさんをお迎えしてお話を伺っております。引き続きよろしくお願いします。お願いします。どう、ナナピーの声聞こえるようになった？聞こえます。それより今見ました？あさみさんの、 あの、うん、リモートだからってちょっとこうやってやってる感じちゃんと映ってるからね。そうだよね、ごめん、シャキッてなったのはね私は見逃さなかった、うん、そうね、やっぱりさ、うん、曲流れてる間ってさちょっとさ、うん、MC 側はさあの気を緩めてしまう場面がさたびたび発生するけど、カメラにはちゃんと映ってるからたまにリスナーさんに突っ込まれる。お手の見られてる。そう、ちゃんと見られてるからね。はい、気をつけよう。気をつけよう。でもあれですね、リモート実際やってみて思ったのは、うん、やっぱこう、うんうん、声が意外と届かないんだね。
まあなんか、うん、でもこれ慣れていけばね、ね、うん、いいね、いいね、回数を重ねていけばどんどんリモート耳に、はい、うん、そうだね、はい、じゃあですね、もう結構後半の方に入ってきたので、ちょっとここからですね、はいはい、まあ、お二人のプライベートな部分も聞いていこうかなと思います。はい、ちょっとね、個人的にも気になったんですけれども、うん、夏美さんと浅見さんってそもそもどこで知り合ったのという、なんかゲイだ、そうゲイだとさ、うんうん、結構その出会い系アプリみたいなのやっぱあったりするわけですけれども、ビアンってあんまないイメージがあって、ね、レズビアンもなんか、はい、まあ、昔は掲示板、はい、今もはなんかアプリが主流みたいで掲示板わかるわ、時代感じる掲示板で、ね、懐かしいですね。そうだね、うん、多分ね、その辺はなんかミクシィだったりとかっていう、はいはい、同じ感じだとは思うんですよ、うん、あ、なるほどね。あ、メンズミクシィのレズビアンバージョンもあったんだ。え、あったの？違うでしょ、普通のミクシィでしょ、まあミクシィミクシィ、そうだよね、そういうことだ、ミクシィの中のコミュニティでってことですよね。うん、で、まあ、私たちの出会いは、はい、全然その、まあ、掲示板でもアプリとかでもなく、うんうん、まあ、その言ったら2丁目とかイベントとかで知り合った、はい、その友達を経由して、まあ、なんか飲み会で知り合いましたね、うん、やっぱり飲みなんだねでしょ、私たちらしいよね、なんかそうだね、あ、だってっていう、ね、どっちから言い寄ったの？いや、そこはさ、私っていうところだよねえ、でもあれ、僕夏美さんからグイグイ言ったのかと思ったら違うんだ。でもほら、告白されたのこっちから言われたけど。そうだよね、うん、そうだよねっていうか、なんか昔なんかさ、それをちょろっとだけ聞いた気がするんだけど、実際どうなんですかね。まあ、なんかいいなって思ったのは完全に同じタイミング、私なんずるいから、あ、気があるな、はいはい、この人ってなんないといかないから、なるほど、ね、そこは間違いないんだけど、後で喧嘩しないようにね。告白、うん、はまあ私からね、そうね、あ、そう、浅見さんが意外とね、こう見えてすごく、はい、気が弱いというかね、うん、だからなんかこう告白ってなってもあんまちょっといけないタイプみたいで。あ、そうなんだ、めっちゃ意外なんだけど、うん、ねえ、パッと見は、うん、はい、そうなんです。それでもう結構お付き合いされて長いんですよね、お二人も。いや、もう10年選手、すごいね。10年、え、同棲してるのは何年ぐらいですか？同棲してるのも9年、9年ぐらい。ナノピンとこはどのぐらい？うちどのぐらいなんだろう、多分2015年に婚姻届け出してるから、はいはい、婚姻届け出してから5年は経ってるんだけど、あ、じゃあその前もね、あるから、その前1年ぐらいあるから6年かな、長い、うん、丸6年ぐらい、うん、すごい、あれだよね、なんか MC 共通して言うのがさ、みんなペット飼っていて、うんうんうん、ナナピンとこと僕んとこはワンちゃん飼っていて、で、お二人は僕猫だけだと思ってたらなんと違うんですよね、うん、猫とチワワが一番長い、うん、すごい、お、え、何匹飼ってるんですか？3匹です。わあ、いいね。猫2匹の犬1匹で3匹で、うんうん、大家族だね。ね、すごい。大家族。犬と猫って仲良くできるの？確かに。いや、それがね、猫の方が後に入ってきたんだけど、うん、なんか犬の方とね、邪険にするのがかわいそうなの。かわいそう。だからやっぱね、のメス猫なんだけど、はい、女は強いなと思ってるのすごく実感。チワワは男の子なんだ。ね、うんうん、男の子。でも結構さ、その、うん、なんだろう、私すごい思うのが、はい、レズビアの子とか、まあ私たちの周りだけかもしれないんだけど、うん、猫、犬派、うん、猫派で言うと猫派率が高い気がする、うん、レズは猫好きだね、うん、ゲイはワンコのイメージじゃない？どうだろうか、まあ、ペット飼うってさ、やっぱりパートナーがいないとなかなかできなかったりする、うん、ところもあるから、うん、一番多いのはやっぱ一人で生きていく人が多いです、ね、あ、そう、うん、あ、そう、確かに、まあお一人様の方は確かに多いよね、うん、結構カップルさんだと子供の代わりに、あ、の、うん、
ね、子供の代わりにペットを飼うみたいな方って多い印象があって、うんうん、僕なんてほら不動産屋さんやっておりますから、うん、カップルさんにね、同性カップルの方にお部屋紹介するときにペット飼いたいですってご相談結構受けますね。うん、確かにでも今考えてみたら、うん、同性婚の訴訟を行っているカップルさん、私が知っているカップルさん、全国の何組かは犬飼ってますね。あ、そうなんだ。犬だわ、100%、ね、ワンワン、うん、柴犬とか人気だよね。あ、柴犬いるね。ゲームの中にはね、柴犬は可愛いよね、本当に。うちもすごい愛くるしい表情、うん、そうだね、表情がね、うんうん、割と豊かですよね、うんうんうん、なるほどね、じゃあもう夏美さんのところは、はい、夏美さん、浅見さんカップルはもう10年と長くお付き合いされていて、うん、ね、家族も多いようですから大変ですね。人よりね、ペットの方が多いから、ね、ご飯代を稼ぐのに、ね、一生懸命働いてます。そうだよね、わかる、ね、うん、なんかナナピーからあります、はいはい、聞きたいこと、聞きたいこと、うん、うん、もう結構知ってるからな、あ、どうしようかな。いや、なんかさ、今日さ、うん、質問内容って結構僕がさ勝手に決めさせてもらってるんですけど、はいはいはい、なんかナナピーとかね、なんか聞きたいことあったかなって。最近殴り合ったりしてますか。やめなよ、本当に。最近はね、すごく穏やか、うん、穏やか本当に穏やかよ。あ、そう、なんか最近、うん、うん、はい、これね、一応最近はね、うん、どうぞどうぞ、どうぞ。もうこのね、まあ、ちょっとタイムラグがはいはい、なんだかんだね、わちゃわちゃの1時間でしたね。なんかクロージングに入ったじゃん。そう、ね、勝手にクロージング入るじゃん。まあでもね、今すごく仲良くやってるってことで。そうだね、仲良く、うん、よかったよかった。これからもね、うん、ラジオ続いていきますのでね、これからも仲良くしてください、うん、私たちとも、ね、お二人も、ね、ぜひぜひ末永くお幸せにお過ごしくださいということと、これからもよろしくお願いいたしますと。よろしくお願いします。締め方なのにすごい、やっぱあっという間ですね、うん、こうやってゲストさんをお迎えしてね、はい、お話しすると1時間いつも以上にあっという間に感じましたね。さすがナッツだよね、こう見てるからね。ね、さすがでございます、うん、じゃあまあ今日も、はい、これで1時間枠でお送りしていきましたけれども、本日の放送は以上となります、今日も番組を見ていただきましてどうもありがとうございました。また来週。この番組はライフネット生命の提供でお送りしました。